これわかりますか、ね、すごい、なんでこれをすごいですね。これ、うん、綺麗じゃないですか。綺麗。こういうあのグレージュの今から1時間半でカット、ブリーチ、カラー、通常では多分難しいと思うんですけど1時間半でいきたいと思います。はい、今ウェットで仕上がってきたんですけど、まあ、今乾かす前なんでね、まあ、これからまだあのちょっとやることがあるんでちょっと若干暗い感じはしますけど、これは隣に合わせてそうしてます。問題ないです。で、ヘナウォーターとヘナジェルをつけてですね、髪の毛をちょっといたわっていきたいと思います。これ2つ使うことによって、このヘナウォーターとヘナジェルの方がお互いですね、こう引き合ってくれて、髪の毛にきれいに乗ってくれますので、まずヘナウォーターつけてからと言いながら今欠品しちゃってるんですけど、もう少しお待ちください。ヘナウォーター全体につけて、はい、ヘナウォーターをつけたらちょっとフォーミングをして、で今度はこのヘナジェルを取ってヘナジェルをつけていきます。はい、でこのヘナジェルは結構パーマの方とかだったら濡れてる時につけて流さないトリートメントなんですけど、まあ、あのムースの代わりみたいな感じにもまあ使えなくはないので、結構いろいろセット剤みたいな感じでも使えますし、はい、いろいろ使います。髪を乾かした後結構広がります。ね、広がるか、うん、なんかそんな予感とってもです。彼女は今インスタを見ててすごい綺麗なカラーがあったんで、もう同じようにしたいと思います。ここから今こんな感じで隣の関係上、まあこれぐらいの色に仕上がるんですけど、まあ220度ぐらい、まあこれが一番いいかなと思うんですけどね、僕はまあ結構今やってるんですけど、であのこれ今からやりますけど本当に奥深いんで、あのカラー剤の作り方とかもいろいろあるので、またそれは限定とか別の動画の方で、ちょっと紹介したいと思います。まずやりますね。でこのような感じの色に、まあ、細めの方が、まあ、彼女は似合うかなと思うんで細めで入れていきたいと思います。今これ220で少しやってるんですけど、結構細めで入れていくと、これわかりますか、ね、すごい、なんでこれを細いの入れていくとめちゃくちゃかっこよくなるんで、で先ほど入れたメッシュブリーチのところとかもリンクしてくるんで、特にコテで巻いたりとかした時すごい綺麗になります。で特に前髪をやるとすごい皆さんびっくりするんですけど、ちょっと今前髪もちょっとしてみます、ね、皆さんできればいいねとあとチャンネル登録お願いいたします。協力お願いします。します。あ、本当ですか。ぜひお願いします。何事？で、これ今抜けてる色っていうのがこのままストップじゃなくて、これ2日後ぐらいにまた発色が変わってきてもっと綺麗な色に変わりますので、一旦黄色くなりますけど大丈夫です。結構綺麗な色で落ち着くですね。で、まあここはもう分かんないんで前髪とかやると思ってます。前髪も細めから皆さんやった方がいいですね。映ってかな。前髪は結構細くやった方がいいんで、僕は結構極細でいきます前髪は。最初は前髪ふかさないとちょっと危ないんで、根元ふかして毛先に、前髪は慎重にやりましょう。まずこの、まあ、お弟子さんは見えてないかもしれないけど、見えても前髪見えてないですよね。あ、見えてます。見えてます。うん、
この辺メッシュ入ってるのが綺麗な、すごいですね。これ綺麗じゃないですか。綺麗。こういうあのグレージュの色になるんですよ。結構すごいですね。これどうしてですか。これなんでだろう。これね、うん、僕が深いです。これもうちょっと入れたいって言ったら聞いてくれますよ、お願い。もうちょい入れたい。あ、もちろんもちろん入れる入れる全然、うん、まだなんか先に前髪やったり、はい、そうそう、なんか分かりやすいかなと思ってこうやった方が結構違う。すごいですね。そう、光沢が。これ右と左でちょっと一回やってみるんで全く別物ですよ、うん、本当に。これもこれ別にそんな時間かかんないんでこれやったとしても全然一つのセットメニューでもいいかなと思うんですけど、でグレージュがこういう風に入ってきて、さっきのインスタのも綺麗ですけどこれもセットしたらめっちゃ綺麗ですよ。であと髪の毛を動かした時に顔前のこの中の方から結構明るいの着てると可愛いかなと思うんでこの辺もちょっと入れていきます。あ、デザインですよね、これも。ただやるんじゃなくてデザインとして、あ、この辺顔周りちょっと締めたいなとか、でこう髪の毛は僕は結構動かしながら、そのニュアンスで結構やっちゃうんですけど、まあ、見えないところは根元はあまりやらない、吹かさない、吹かさないじゃない、やらないで毛先の方だけちょっとこうやったりとかしますね。抜いちゃったりとかで毛をこう動かして実際出方を見て毛先を、こうスイングさせますね。なんかベーシックなカラーとかもあるんですけど、ベーシックなことって過去の延長線上であんまり新しいことそこに概念がいってしまうと生まれないので、もう新しいことどんどんやっていった方が、新しい時代に合っていくんではないかなと。無駄なことを省いていくと本当に短時間でいろんなことができるんで、最大は時短が一番の進化だと思うんで、なるべく早くそのデザインを作るっていうのが一番の進化なんじゃないかなと思いますね。これ結構こんな思いましたね。ちょっと違うでしょ、こっちだ。で彼女の場合今これやってて思ったんですけど、中間の重さがすごく出てて毛先の重さがかなり少ないんですよ。で根元が膨らんできててボワーって膨らんで下が少ないっていう、ちょっとバランスが非常に今悪い状態なんですね。なのでこれをカットで、より綺麗な A ライン、そして小顔を効果立った時のバランスがもっと頭が小さく見えて、スラッと見えるようにするっていうカットを、この後やります。それがテイクセニングっていうのをちょっと使うんですけど、それは限定動画の方で、配信してますので、こうやってても毛先がかなり少ないので、綺麗にこうメッシュが見えないんですよね。結局これがバランス整うともっと綺麗に見えるんで、ちょっと暗いのがこう入ってるとコントラストがよく出て見えるんで、はい。でここからテイクセニング入ります。でちょっとこれモデルさんに説明しないと今日初めてなので多分不安になっちゃうと思うんで、まずじゃあ何が原因でこういう風になってるのかっていうのをまずお伝えします。まずここが軽い、ここ軽いですよね、はい、もうちょっと重くしたいんですね、ここね。ってことはここを軽くする必要があって、なんでこうなってるのかというと、はい。で あとは毛先カットは引き算だけじゃないので足し算ですね。要はここがもうこのまま毛先が重いんで、ここにもブラウンと入れるのが一番ベストです。ここはもう一番ただ重くするだけですね。バランスよくするにはここをいかに重くするかっていうことですね。そうすると全体が綺麗に見えるんで、まあ、今現在はこれが一番いい状態なのかなって気がします。そうするとこっちとこの左右の差、そんな長さは切ってないですけど、最後これぐらいの感じでもいいのかな。これでバランスが
シュッとこうなって、でこういう風に毛先が重くなるっていう感じ。これ今 前髪と、今彼女の前髪、まあライン綺麗に切れてるんで特に切らないですけど、そうだな、もっと綺麗にやるとしたら前髪とここのラインをダミーでつなげるともっと僕は綺麗になると思うんで、そこをちょっとやらせてもらいますね。はい、はい、どうやってやるかっていうと、ここの前髪の、ラインと、まあ、ここはもうセニングでいくしかないんでセニングでやっていっちゃうんですけど、これでもっとつながりが綺麗になった、これでさらにつながりがちょっと綺麗になったはず。これだけでここが綺麗に なじみやすいっていうかな、例えばこれで前髪伸ばしていったとしてもなんかなじむ感じにできます。なんかわかります、ここちょっとなじみが良くなったシュッと、はい、この前髪のラインからのやつりがけしてもっとよりつながりを綺麗にしていく。これでよりちょっとつながりが、バングとサイドのつながりが綺麗に一体化された状態ですね。はい、こんな感じかな、カット。僕も結構この切り方ばっかりやってることが多いんですけど、別にこれをこうするっていうわけじゃなくて、結構そぎが入りすぎちゃってる人が多くて、もうこれ以外できないっていう状態なんで、結構これで簡単にいつも切ってると思われるんですけど、量多い方は全然違う切り方で切ってるんで、結構もうこれ以外やりようがない状態の髪の毛だと、もうこういうふうにやるしかないですね。ツヤがなくなっちゃうから、ちょっと足し算が必要かなですね。はい、これで、ちょっとスタイリングしていきたいと思います。